パラパラパラジセファーストミックスプラス筐体パラパラパラジセはパラパラオールスターズによる同名のパラパラ教速ビデオシリーズなどをもとに2000年にコナミからアーケードゲームとして発売されたパラパラをテーマとしたダンスゲームのシリーズ名またはその一作目のタイトルビーマニシリーズの一つである2001年3月15日にプレイステーション2版が発売されている 韓国ではパラパラダンジングに名称を変更して発売され、韓国国内の有名アーティストアイドルグループのユーロビート曲が数曲追加されていた。筐体は八角形のステージとその前にあるモニターで構成されている。ステージの上には前方180度の範囲で45度ごとに計5つのセンサーがついており、このセンサーが腕の動きを判定する。 前のモニターには譜面などのゲームに直接関係のある表示がされる。画面の下には選択用の左右ボタンと決定用のスタートボタンがある。この横にパラパラオールスターズによる振り付けが再生されるサブモニターがあることが多い。なお、プレイステーション2版ではアナログコントローラもしくは専用コントローラが必須であり、アナログコントローラの場合は、 アナログスティックの操作により腕の動きをもすることになる。専用コントローラーは5つのセンサーユニットからなり、床に置かれること以外は、アーケード版の筐体と同じような感じになる。ここでは、セカンドミックスについて述べる。ファースト系列では、これらの仕様に違いがある。クレジットを投入し、スタートボタンを押す。ゲームモードを選ぶ。楽曲を選択する。プレイする。 結果表示収録曲は、スーパーユーロビートからの楽曲や、コナミオリジナル曲で構成されている。コナミオリジナル曲は、ほとんどが既存のビーマニシリーズの楽曲をリミックスした、ものである。特筆すべき点は、Cant Stop Falling in Love、スーパーユーロバージョンマイナスで、当作品のためにパラパラオールスターズが付けた振り付けが2010年に、XBOX360 で発売された。 ダンスエボリューションにてそのまま収録を果たしている。サウンドトラックは a b e x から発売されたが、ファーストマイナスファーストミックスプラスまでの楽曲しかフォローされず、セカンドミックスに新規収録された楽曲が CD 音源化されないままである。ありがとうございます。